エールウィンはアメリカ海軍の駆逐艦。エールウィン級駆逐艦の一隻。艦名は米英戦争で戦死したジョン・カッシング・エールウィンにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。エールウィンは1912年3月7日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港した。1912年11月23日に ジョーゼフ・ライト・パウエル夫人によって、命名、浸水し、1914年1月17日に、艦長リーシー・パーマー少佐の指揮下収益する。キューバへの短期間の巡航に続いて、エールウィーンは、ノーフォーク海軍造船所で、予備役に置かれ、不活性化のまま1年以上保管された。1915年5月25日に再収益、大西洋艦隊水雷小艦隊第六分隊に、 配属される。その後東海岸沿いに巡航し、定期的にパトロールを行った。1917年初頭にキューバ海域に向かい、冬季演習20時、アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦に、従いバージニアミサキ沖に帰還した。1917年6月から1918年1月まで、マサチューセッツ州ボストン及びロードアイランド州。 ニューポート沖で特別実験に参加した。1918年1月4日にエールウィンはアイルランドのクイーンズタウンに向けて出港した。到着後間もなくパトロールを開始する。しかしながら間もなくその任務を解かれ、イングランドのポーツマス及びレボンポートを拠点として対戦紹介を行うイギリス軍部隊に加わった。エールウィンは終戦後もヨーロッパ水域に止まった。 1918年12月26日に、軽巡洋カンチェスターと共に、バルト海のドイツの港の視察巡航に向かった。連合国軍の海軍救戦委員会の指揮下で、作戦活動に従事したエールウィンは、ドイツの港からアメリカ軍の戦時捕虜及び市民を搬送した。1919年6月16日にエールウィンは、フランスのブレストを出港し、帰国の途につき、 10日後にニューヨークに到着した。その後フィラデルフィア海軍造船所に向かい、同地で予備役に置かれた。不活性化状態の1920年7月17日に、エールウィーンは DD-47 の看板号を与えられ、1921年2月23日に退役した。新たに建造される艦にエールウィーンの艦名を与えるため、 1933年7月1日に、艦名が取り消された。その後は単に DD-47 と呼ばれるようになった。1935年3月8日に除籍され、ロンドン海軍軍縮条約のカスクラップとして売却された。エールウィンの艦名は、1935年に収益したファラガット旧駆逐艦の遺跡である。 dd-355 に受け継がれた。ありがとうございます。